目の輝きがなくなった。あーあーびっくりした。はい、どうも皆さんこんにちは、ボルボックスでございます。今回からですね、新しい BL 芸の実況を、やっていきたいと思います。その名もスマイル0円、ただで欲しけりゃくれてやるいいですね。うん、おそらくこの真ん中の黄色いシャツの子がね、いっぱいスマイルを、スマイルだけでいいのかいね、いろんなことを、あんなことやこんなことをね、やってきてくれるんじゃないかな。うん、楽しみですね。それではスタート、これでいいのかな。うん、スタート0円、ありがとうございます。どんなゲームだろうでもまあ、うん、スマイル0円だからね。おお、いらっしゃいませ。お、今回もフルボイスですね、いいですね。はい、主人公の名前は片瀬桃也くんかな。おー、イケメンが来た。え、なんでどうした。あ、なんでゲイなの、超イケメンじゃん。え、俺だったら抱かれてもいいぜいけるぜ俺。いつもの時間、いつものようにやってきた客を見て、ついそんな声が漏れる。どうして今ゲって言った。イケメン、おお、イケメンすぎるだろ。ちょっと今夜俺とうん、いいな、俺だったらあんなことやこんなことしてもいいぜ。いえいえ、お客様、そんな失礼なことを言うはずございません。言っただろ、心の中じゃなくてもう素に出して言ったよね、ゲって。そう、ならいいけど、この人の名前はなんて言うんだろうね。やばいやばい、どうしたどうした、やばいやばい、口から漏れた言葉を、聞きとがめられて焦る。たとえ相手がどんなやつであろうと、接客業に携わる身の上、相手がお客様である限り、笑顔で、気持ちの良い対応は忘れるわけにはいかないのだ。なんだろう、顔見知りっていうか、友達がやってきてゲって言ったのかな。この子は友達かい。お客様、ご注文は。スマイルで。マックロバーガー一つと、ま、コーヒーマックロバーガー、マックロバーガー、うーん、ちょっとすごい名前だな。マックロバーガーを一つ、コーヒーを一つ。どっちも真っ黒やないかい、もう焦げてない。それと、うん、今日も来る。スマイル0円、うん、でも本当にあのね、あのマックとかでスマイル0円昔やってたけど、あれって本当にやってくれるのかな。一回も残念ながら私はそんな勇気ないので言えないんですが、うん、言ってくれるとしたら、ね、すごいですよね。やってくれるとしたら、相手の次の言葉に予測形、身構える。スマイル、スマイル、キラ、うん、スマイル一つ、いいね。やはり来たな、スマイリーめ。なるほどね、スマイルを求めてくるお客さんのことを、どうやら巷ではスマイリーと呼ばれているようですね。分かっていたことなんだが、その注文に一瞬顔が引きつる。どうして、スマイルいいんじゃないの。彼のこの店での通称はスマイリー。あ、なるほど、あの巷っていうか、この業界でスマイル欲しい人をスマイリーというのではなく、この子だけをね、この目の前の子だけをスマイリーと呼んでいるんだね。なるほど、彼の注文はいつも同じ、バーガーとコーヒー、そしてスマイルだ。うん、かしこまりました。よしなんで君はそんなにおどおどしてるの。気合を入れ直してから笑顔を作る。おお、いいね、かわいいじゃん。おお、この顔爽やかでかわいい。うん、久しぶりにかなりね、あの純愛なる清純な BL 芸が見れそうで、あのかなり私も安堵しております。はい、それスマイルのつもり。おやおやおや、スマイリーさんあなたの名前はもはやスマイリーさんだね。うん、もしかして、そうか、なるほどね、ちょっとやそっとのスマイルじゃ俺は騙されねえぞと、ね、もっとあの俺を愛してくれているつもりでスマイルを、そんな感じのお客さんでしょうか。あー、これは困惑するね。もういいやなんかちょっとへこんじゃってるけど。コーヒー早く入れてもらえます。あー、やっぱりじゃあ友達とかじゃないんだね。はい、少々お待ちを。はい、うーん、こういうお客さんもいるのか
ん、どこだここ。くそ、まただ、またあの。ああ、もういいや。あ、いつも言われてるの。はあ、もういいや。ああ、じゃあ笑顔にね、この子磨きをかけなくっちゃね。だぞ。だぞ。さくらは見たか、あのスマイリーの子憎らしい顔。もう一人いる、さくらくん。ん、どうした、もも。兄弟？なんかすごいそっくりだけど違うんだね。うん、どうしたんだい、桃太郎くん。あ、桃太郎じゃない。もしかしてまたスマイリーくんにスマイル要求されたのか。うん、そうです。もういい加減にしてほしいよな、毎回毎回。スマイリーのやつ、ほんと何がしたいんだよ。多分心の底から純粋にあのスマイル欲しいだけだと思うんですけどもね。スマイリーは俺のバイト先であるこの店、マックロド何マックロナルドの常連だ。なんか全部丸焦げで出てきそうな名前だな。前々からちょこちょこと顔は見ていたのだが、ここ最近、来店頻度が妙に上がったと思ったら、なぜかそれと同時にスマイルを要求してくるようになったのだ。これは絶対にあのバーガーとコーヒー目当てじゃなくて、この二人の笑顔、そしてその他諸々のことが目当てに違いないね。うん、意味深。もちろんスマイル提供もバイトのうちだと分かっているので、要求されること自体に問題はないし、心よく提供する心構えだ。おう、うん、そうだよね。が、毎日毎日何が気に食わないのか。ああ、そうだったね。提供した笑顔をじっくりと見た上で思いっきり残念な顔を仕上がるのだ。もしかしたらモモがうまく笑えてないんじゃないか。結構こだわり、うん、はい、俺の営業スマイルは完璧だ。結構こだわりのあるスマイリーさんなんだね、あの人。ほら、いい笑顔だね。え、全然いいじゃん、この笑顔。まあ、うん、そうだな、それだけ笑えれば十分か。そうだよね、こんな素敵な笑顔だよね。もうこんなん、もう俺だったらイチコロだぜ。イチコロだぜ、俺だったら。うん、モモの巣はもっと険しいもんな。可愛い顔してますね、この登場人物たちは。うん、私男なんですが私もね、あの男なんですが、こんなにイケメンさんたちに揃われちゃうと、うん、気が狂ってしまいますね。モモの、うん、はいはい、険しい言うな。うん。ごめんごめん、ほのぼのしてていいですね。じゃあ他に考えられるのは、もはやスマイルだけじゃ飽き足らないって感じじゃない、あっちは。よっぽどモモの笑顔を見ていたいとか。ああ、なるほどね。モモ以外にはスマイル要求してないっぽいしな。ああ、そうなんだ。あ、じゃあもう完璧だ、完璧にこれはホモだ。予想通り、このゲームスタンスにあったホモが早くも出てきてしまった。ああ、あいつが俺の笑顔を見ていたいって。うん、そうだろうね。じゃない、うん、それだったら見た後でため息なんかつかないだろう。もう心の底からじゃないからだ。うん、そりゃそうだな。うん、だったらどうした。あいつはきっと俺を引き抜くために送り込まれたライバル店のスパイだと思う。ああ、あれね、あのマスバーガーね、マスバーガーな。資格かな。は、あ、だってあいつ必ずレジ前の席取って俺のこと監視してるんだぞ。それしか考えられないだろう。いや、それはもうモモくんのこと好きすぎてそこ取ってるに違いないよ。いやいや、たかがバイトを引き抜くって、ファーストフード業界そんなに暇じゃないと俺は思うけど。あれ、じゃあなんだろう、この桜木くんとモモくんはノンケってことかな。で、あのスマイリーくんが今回ホモホモ役で登場してるってこと。全員ではないってことかな。それに彼、俺たちと年同じくらいでしょ。多分普通に大学生だよ。ああ、大学生か、君たちは。はあ、じゃあなんでなんだよ、なんで俺を監視したり、うん、試すかのように毎日スマイル注文するんだよ。束縛が激しい彼なのかな。もしかしてヤンデル君。そうだな、ヤンデル君かな。またしても、もしかしたらモモのことを好きなんじゃない。察しがいいですな、桜木くん。そうです、このゲームは BL ゲーでございます。絶対に好きですね。あ、やっぱりこの顔になるか。なんで俺あいつとはまともに話したこともないんだぞ。ありえないだろ。
あ、ホモってことはまずいいのね。ホモのことはまず置いといて、話したこともないのに、うん、まずそこからなんだね。話したことなくても一目惚れって可能性もあるし。そうだよ。男が男に一目惚れ。そうよ、可愛いからね。モモくん、すごい可愛いから一目惚れしてもおかしくないね。ないない。かっこいい。この顔もかっこいいぜ君。そうか、そうか、本当に。あ、あ、ん、どうした、どうした。いや、そういえばまともに話したこともない後輩の男に告られたことはあったなって。おお、やっぱり男にもかなりモテるんだね。うん。え、モモって男に告られたことあるの？あ、だから慣れてたんだね、さっきの会話。もうもう事前にね、告られていますんでね。ああ、まあ俺の高校男子校だったし。おお、男子校。ああ、じゃあしょうがないや。それで？それでどうした？うん。え？モモはそれどうしたんだ？気になるね。ああ、そりゃもちろん断った。うんだよね、今ここでこういう話してるってことは断ったんだよね。そりゃそうだよな、男に告られてもな。あれ、ちょっと待って、なんだこの一言。もしかして桜木くんもももくんのこと好き？で、私はかなりたくさんの BL ゲーをやってますんで、ちょっと察しがつきますよ。いや、男だからとか俺そういう理由で断ったわけじゃない。いいね。何？え？そりゃあまあ、女の子からの告白と男からの告白を同じように捉えてたかって聞かれると自信ないけど、はい、本気の告白って分かったから俺はちゃんと考えて答えたつもりだ。あ、なるほどね。お、黙っちゃった。あって、お、あ、なんでスマイリーの話からこんな話になってんの？顔赤くなりましたね。可愛いですね、本当に。可愛いな君。ちょっと俺も告白していいかい？ああ、そうだったな。スマイリー君のことを話してたんだよな。うん、そっちのけだったね、しばらくスマイリー君。そうだ。うん。スマイリー君のこと、そんなにストレスになってるなら、彼が来た時は俺がカウンター変わるから声かけてよ。あ、なるほどね。え、いいのか？あ、うん。でも桜も忙しいだろ。裏ほとんど任されちゃってんだし。大丈夫だって。そっか。ああ、これはあれだね。やっぱり桜木くんもももくんのことが大好きだから、そのスマイリーくんにももくんを取られまいと、じゃあ俺がももを守るぜ的な展開かい？お、待ってました待ってました。果たしてその展開なんだろうか。変わってもらえれば、屈辱的なため息からは逃れられる。だが、逃げたと思われるのも少し尺な気がする。どうするべきか悩むところだ。お、あ、選択肢じゃない。一本道の、うん、今回も一本道のゲームかな。さあ、お待たせスマイリー君。うん、来やがったな。やっぱり今日も来たか。来たぞ。ホモが来た。そろそろくるくる だろうと思っていたが、やはりスマイリーは今日も店に現れた。さくらは変わってくれると言っていたが、どうしよう。お、選択肢がある。一本道じゃない。ここで自分で対応したらどうなるんだろう。絶対にキスされるぜ。よし、自分で対応だ。やはり、敵前逃亡。壮大だな。敵前逃亡など自分にはできない。今日こそ完璧な笑顔でスマイル注文を受けるよりも前に、相手に完全なる敗北を認めさせてやろうじゃないか。最高の笑顔で出迎える。いらっしゃいませ。いいね。どうだスマイリー、見たか？おい、嘘くさ。瞬殺だ。やっぱり嘘くさかったんだね。第一ラウンド KO 負け。絶対に俺の笑顔は完璧なはずなのに、なぜこの男は満足しないんだろうか。さすがに納得がいかない。今までスマイリーのこの行動には何らかの理由があるんだろうと、自分を納得させるために思おうとしていたんだが、ここまで来ると単なる嫌がらせだと疑うほかなくなってくる。うん、確かに。本日はお持ち帰りでしょうか、それともテイクアウトでしょうか。何をお持ち帰りするの？
おもくんをお持ち帰りして、おお、あんなことやっちゃうのかい？いいね。お客様は神様を、心情にどんな神様にも対応できてきたつもりだが、もうこいつだけはさすがに神には思えない。お前は打点したんだ、嫌がらせには嫌がらせをだと些細な反撃を試みる。店内どうした？あー、店内でね。店内なんですね。あー、ちょっと嫌な空気作ったね、自ら顔を歪ませる程度には、効くかと思ったが、何のダメージもないんだ。こうもあっさり受け流されてしまうと、彼に対してはどんな張り合い方をしても無駄なのではないかと思えてくる。で、もうタメ口だ。お、驚いたぞ、スマイリー君。注文はいつものバーガーとコーヒーでいいのか？おらおら、どうだ、聞いてるかい。お、あ、打たれ弱い。スマイリー君、本当は打たれ弱い子なんだね。うん、可愛いな、スマイリー君もね。営業スマイルは？どうしたんだい？やめた。やめだやめだ。お前に何やっても喜んでもらえないんだし、意味ないじゃん。そうだ。こうすることが自分の完全なる敗北宣言になるということは分かっていたが、どうしても勝てる気がしないんだから、笑顔で対応を続けて、神経をすり減らすよりはこうしてしまう方が楽だと思った。うん、でもそういう接客もありなんじゃない？このフレンドリーなね。俺が笑ったってお前ため息漏らすだけだろ。そうだよ、いつもいつもひどいぞ。バカにされるくらいなら元から笑わない方がいいし。ほら怒ってるぞ。お、また傷ついてるな、スマイリー君。もしかして気にしてたのか？当たり前じゃい。気にしていないはずがない。そうだよね、正確にわからないが、こいつがスマイルを要求しだしたのは俺が元カノと別れた頃くらい、2ヶ月ほど前。あ、やっぱり狙ってきたね、その時期をね。それから連日目の前でため息をつかれ続けているんだが、気にならないはずがない。うん、最初のうちは自分の笑顔にどこか悪いところがあるんだろうと悩んだ。しばらくだったら単なる嫌がらせなんじゃないかと疑い、さらに経つと反骨精神のようなものが湧き、次こそ必ず俺の笑顔で満足させてやると日々鏡に向かうようになった。おお、頑張り屋だね。そのせいで笑顔を作るときに、常にこいつの顔が頭に浮かぶようになってしまったんだ。ああ、これはもう恋愛感情を抱いてるに違いない。ほぼ成立だ。これで気にしないと言えば嘘になる。うん、バカにしてるつもりはなかったんだけど。ああ、そうなんだ。悪かった。お、多分多少ヤンデレじみた感情を抱いてるのかな、スマイリー君は。好きすぎたからもう本気の笑顔を俺だけにくれよっていう感じかな。いいね。え？今日は持って帰る。あ、バーガーとコーヒーお願いします。ちょっと傷ついちゃってるな。ちょっとかわいそうだな、スマイリー君。あ、はい、かしこまりました。逆にあっち側がね、誠意消失しちゃうとこんな感じですよね。意気消沈だ。予想外の反応に驚いていた。謝られるとは思っても見なかった。そうだよね。お待たせいたしました。どうも。あ、変な空気になってた。スマイリーはスマイルも要求することなく、素直に帰っていく。何事にも動じないと思っていた男に、男にも、こういうこと、こうもあっさりと帰られてしまうと拍子抜けもいいところだ。もしかしたら本当に嫌がらせでも何でもなかったということなんだろうか。うん、いや普通に恋愛感情だったんだね。あれ、モモ、ここバーガー残ってるけど。あれ、なんで持って帰んなかったの？あ、やば。やばいやばいやばい。スマイリーの注文分だ。予想外の行動に完全に気が動転してしまって、たった2つしか受けていな、注文品の一つを入れ忘れてしまった。あ、じゃあ彼は今コーヒーだけを持ち去っている。ごめん、さくら、俺ちょっと外す。大丈夫か、この外に出て絶対やられるぞ。やられちゃうよ。え、外すって、モモ。あー、行っちゃったな。バーガー片手に慌てて店を飛び出す。うん、新たな展開がやってきそうですね。
あ、街に出た。くそ、さっき出てったばっかなんだ。まだそこらへんいるはずだろ。うん。てか、いろよバカ。おっと、急にツンツンし始めたモモくんも。自分のミスなのにあまりの言いようだが、どうしても今捕まえておきたい気がして焦る気持ちがそんな言葉を吐かせた。しかし夕方の通りは人がごった返しており、その中から目的の一人を探すのは至難の業だ。うん、もう少し探そうよ。行こう。きっとこの人混みの中から奴を見つけ出せる可能性は低い。これから忙しい時間帯に入る店内を思うと、入れ忘れを届けることより戻ることを優先しなければならないことは分かっている。しかしでもそうだ、悪かったと言った時の奴の真摯な、表情が頭に引っかかり足を止めさせていた。熱い展開だ。もう一度奴に会う口実が手の中にあるのだ。このまま時間を空けてしまうより、やはり今捕まえたかった。捕まえるってどういうことだい捕まえる、かっこいい意味深。お、この後ちょっといろんなこと、今捕まえたらいいことやれるぜ、バーガーを渡す以外何をするのかと問われると、そういうつもりもないのに今じゃないといけない気がしていた。うん、ホモの勘ですね。なぜそこまで今にこだわっているのか、自分でもその理由はわからない。ただこの気持ちも行動も制御などできなかったなぜ急に。あと少しだけ。うん、5分探して見つからなければ帰ろう。そう心に決め、また人混みの中へと突入する。すると、おお、安定したね。いたかい？いた。いたいた。よし、ほどなくして、20メートルほど先に追い行くスマイリーを奇跡的に発見する。おい。あ、え、違う人？駆け寄ろうと進めた足を瞬時に止めた。どうした？やつの近くに人影があった。うん、ふんわりと、あれ、どうしたどうした、え、ふんわりとした茶髪の可愛らしい雰囲気が漂う女の子。え、妙に近い距離で話す二人に近づくのが、ためらわれた。あれ、もしかして彼女？いやいや、そんなわけないでしょ。彼は筋金入りのホモだぜ、おそらく毎日一人で店に来ることから、勝手にスマイリーは彼女なんていないものだとばかり思っていた。うん、だがよく考えればやつもそれなりの容姿だ。それなりっていうか、もうかなりイケメンだったけど、彼女くらいいても不思議ではない。テイクアウトしたの、ただ単に彼女と待ち合わせだったからか。うん、ちょっと残念なんでちょっと残念そうにしてるんだい。だとすると、店を後にしたあの態度も実は気にするほどのことでもなかったのかもしれない。ふとそう思ってくると、妙な虚しさが湧いてきた。人混みの中で、見え隠れしつつ遠ざかっていく二人の姿を眺め、自分は何をしているんだろうという気分になってくる。心配して損したなあ、君もじゃあスマイリー君のことをね、なやかんやで好きだったんだね。ぼそりとつぶやいてから二人から視線を外した。ああ、じゃあ帰っちゃうのか。モモそれはこういう顔になるよね。ああ、どうしたさくら。いや、いきなりモモが店飛び出してくからびっくりして。うん、ああ、さっき残ってたバーガー、俺が受けたスマイリーの注文だったからさ。まだ近くにいるだろうし、うん、届けといた方がいいかなって思って。じゃあやっぱり彼には渡さなかったから、彼は今コーヒーだけだそうなんだ。でも捕まらなかったみたいだな。え？え、だってバーガー。そうだよね。あ、手元にまだバーガーが握られていることに気がつく。自分はやつにバーガーを届けるために店を飛び出したはずなの。そうだよ、とりあえずバーガーだけでも届けたかったね。やつのことは見つけていたのに、すっかりそのことは頭からなくなってしまっていた。モモ、どうした？何今の甘い声。そう、やつには会えなかったんだすごいね、今のこのさくらくんのモモって甘い声、いいね。なぜさくらにそんな嘘をついたのか、理由は分からなかった。
だがどうしても先ほど見た光景を話す気にはなれなかったのは確かだった。あ、じゃあこのさくらくんがももくんを慰めてくれるはずだ。うん、はあ、だいぶ深いため息だね。ももカウンターででかいため息はまずいだろまるで失恋したみたいだな。え、俺ため息なんかついてたか。自覚ないのはやばいな相当落ち込んでるね。ついでにもも自慢の営業スマイルもここ3日くらいできてないしな。あ、3日経過したんだ。嘘、俺思いっきり笑ってるしそんなはずないんだけど。ああ重症だな重症だね。もものその状態、ななちゃんと別れた時以来だぞ。ほんと大丈夫か。だいぶスマイリーくんのこと好きになってるなこいつえ、ナナと別れた時と同じ状態なあ。そんなはずない。あいつが来ないことがちょっと気になるくらいで、ナナに振られた時と同じ状態になるはずないし。めっちゃ気になっとるやないかいめちゃくちゃ気になっとるやん、スマイリーく来ないから。え、あ、行っちゃったね先にスマイリーくのこと。そうだね、あいつって。そうだね、ここ3日くらいで来なくなったといえばまさかだけど、スマイリーくんのことじゃないよな。大正解ですこれはもう正解です。あー、黙っちゃった。ももがここ最近妙に落ち込んでたのってスマイリーくんが来なくなったからなのか。うん、そうだね。別にそういうわけじゃない絶対そうだよ。まあいいや、もものそれがスマイリーくんのせいじゃないってことにしても、スマイリーくんもう3日来てないもんな。うん、はい、ということで、時間もね、だいぶだいぶ長いこと今回やってしまったんですが、うん、面白いですねスマイル0円。うん、次回の展開が気になります。ということで今回は、この辺で以上とさせていただきます。次回もお楽しみに。さよならー。